どうもー、こんちはー、デミコでーす。いや、ちょっとね、今日もね、これをやっていくんですけど、ちょっと見てくださいよ。これね、ちょっと、昨日の今日、昨日の今日ですよ。昨日の今日、ね。ほいで、ここまで編んだですよ。これ、どんぐらい、どんぐらいまでいったのかなと、まずね。19センチぐらい編んでんだわ。あと10センチぐらい編んだら終わるんですけど、 だから、今日中にチクチク全部やったら終わるんじゃないっていう感じなんですけど。いや、ちょっとね。これ、ちょっと音入るかどうかちょっとわかんないですけどね。何やってんだご近所さんって話でね。実はね。昨日の夜から、え何時ぐらいからだろうわかんないんだけど、9時とかかな ?8 時とかかな音楽ずーっとどん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 夜中中ずっと鳴らしてて、今ね、朝のね、10時半。 10時半なんですけど、まだずっと音楽鳴らしてんの。あ、止まったかなあ、やっと止まったかも。お、ナイスタイミング。でもね、別の、あの、あの、あれですよ、ご近所さんが工事、また始めたんで、ガーッとか入るかもしんないけど、まあまあ、それは気にせずにやってこう。あいや、また、なり始めたわ。ずっと音楽鳴らしてんだけど、何やってんのいや、何やってるか分かってるんですけど、パーチやってるんでしょうね、きっとね。どういうことこれ。こういうのはね、大体ね、黒人さんですわ。 うん、大体黒人さんこういうのは、うん、まあしゃあないまあしゃあない、うん、この音が夜中ずっとどん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 してたんだけどまあ寝れたんでまあいいとしますわね起きてる時間の方がうるさいなと思いますけどまあいいわはいで今日はうんとこれをまた編みながらねくっちゃべっていくわけですけど今日くっちゃべる内容っていうのはですねちょっとねいや一回撮ったんですよ一回撮ったんですけどあのー、あれなんですよあのちょっとね、えー、時事関係のことをしゃべってたらねうんなんてつったらいいのかな ちょっとね、暑、えー、くなりすぎまして。えー、で、ちょっとね、そいつはツかな。うん。ちょっとボツになったわ。ということでね、今日ね、別の話題持ってきました。はい、えー。ちょっとね、気になった話題なんですけど、気になったっていうか、まあ、私、ちゃんと調べてなかったんで、ね、どういうのが分かんなかったんだけれども、えっ、ー、とー、まあ、ちょっと、調べてみましたっていう話で、調べたっていうか、すっごいローカルです。今日はね、えっ、ー、とね、いつものようにおもむろにね、えーと、編み始めますけど、 何の話をしようかって言うとですね、まあ、ここ数年、えー、と最近ですよね、まあ、私にとっては最近なんですけど、最近といってもまあ何年か前ですよ、えーとあ、調べた、何年前だ、もう4年も前になるのか、まあ、3年半ぐらい前か、ねえーとですね、私が以前、横浜に住んでる時に、えー、よく使っていた相、えー、鉄線ですね、相、はい、鉄線、沿線済みだったんで、その相鉄線が埼京、えー、線乗り入れになったわけですよね。 で、調べたら私もっと最近かなと思ってたけど調べたらなんか2019年11月の30日って書いてあったねだからだいぶ前っちゃだいぶ前なんだよねで、考えたら私さ2019年の11月30日ってさ日本にいたよねって思って <laughs> 確か日本にいたんじゃなかったかなどうだったかな いや、ギリギリいなかったかもしれないな。なんか、うーん、なんかそのぐらいにね、フランスに戻ってきてんのよね。私、日本に行ってて、あ多分日本に行ったと思うでも、私、12月入ってからこっち戻ってきた気がするからさ、わかんない、覚えてないんだけど、あんまり。で、それでなんか、んかギリギリ私がいるかいないかぐらいの時だったと思うんだけどさ、日本にさ。で、これ気になったからね、ちょっとね、 えっと、調べたんですよ。うん、調べてみました。中華さ、だってさ、私にとってさ、相鉄線がさ、最強線に乗り入れるってすごい胸厚なわけよ。言ったらね。うん。 いやどこ通っていくのって話があるじゃん、まずね。で、私はさ、ほら、いやどうなったど,ど、ど、どうしてそうなったっていうふうに考えたわけですよ。だから、相鉄線がまずさ、ほら、えっと、東横線乗り入れになったでしょで、相鉄、あ、まずわからない人のためにご説明いたします。はい。わからない方のためにご説明いたしますね。相鉄線っていうのはですね、まあ、相鉄線とは言いますけど、えっと、正式名称、相模鉄道と言いましたね。<laughs> 相模鉄道って言うんですけど、 でそれが、えっとまあ、それを省略して相鉄相鉄っていうんですけどでその相鉄線ってどこ走ってるかってっうと横浜駅から、えー、っと西に伸びていく路線でございましてして。 えーとですね、それがね、まあ、うーん、神奈川県に住んでる人は必ず行く場所ですね。あの、免許取った人は必ず行く場所は、試験場のある二股川ね。あの、二も、二子玉川ってよく聞か,聞かれ直すんですけど、違います。二股川って二つのお股の川っていうね。あ、お股ってあの、月辺のあの、人間のお股じゃなくて、えー、と、人弁の方のお股なんですけれども。 あの二俣川っていうね、えー、駅を通ってその先例えば大和とか海老名とか、えー、とそういうなんと神奈川県の西の方に行く線なんですね横浜から出てね。うん、でその線と,、えー、とまず東横線っていうのが、えー、と乗り入れしたわけですよ。でそれがさ前はさと東横線に乗るのにさ えっとだから相鉄線から横浜に出て横浜から、えっと、乗り換えて東横線ね東横線って何って言ったら東京と横浜をつなぐ線で東横線なんですけどそれで、あのー、東横線に乗って、まあ、渋谷方面ですね東横線がつく駅って言ったら横浜渋谷間を走っていたわけですうん武蔵小杉とか通り過ぎてねでその線が相鉄線がこう途中からミュンっていうあのー、なんてつうの えっと、西谷っていう駅ね西谷っていう駅から、えっと、横浜に出ずに、えっと、相鉄線が東横線乗り入れになったわけです確かそうだよねちょっと待って調べるよ、うん、はいそうですねえー、っとだから西谷乗り換えでで新横浜まで行ってでそっから東急東横線につながりそのままだから渋谷まで出れるとだから横浜通らないで その西屋奥、ま奥、あ、もしくは西屋近辺、うん、ローカルな話するとだよね、またね、これね、西屋、まあ、泊駅っていうのがね、二股川出ると鶴上峰西屋、上星川、待って、上星川、和田町、星川、わここの、なんだっけ、3つ目の駅なんだっけ、星川の次なんだ、いや、かわいそう、忘れられてるよ、私に。で、その次が、うんと、え、ちょ、待って、かわいそうだから思い出してあげるよ、ちょっと待ってね、あ、そうだ、天皇町でしょ。 天皇朝とでその後が西横浜ででえっ、ー、とちょっと待って西横浜と,、えー、と横浜の間にもう一個あったよねなんだっけ <laughs> ちょっと待ってえっ、ー、と <laughs> 平沼橋だね平沼橋そう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 いや懐かしいなで,これで,あのでそれで横浜に出てたわけでしょ ねこれがださ、これがさ、西谷から、ね、二股川にほど近い、まあ、えっと、私はこの二股川と西谷の間の鶴上に住んでたんですけど、西谷から、この新しい、この線に入っていくわけですよね。で、これが何えっと、こすごい名前だよね。羽沢横浜国大駅ってすごい名前だね、これね。えなんか私が懐かしいなと思う名前をくっつけましたみたいな、あの、名前で、むっちゃ胸厚な名前なんですけど、これって。 で、ここを通って、まあ、東横線が。でもさ、この東横のさ、乗り入れって最初にしたのっていつなのなんか、ちょっと待って。えーと、乗り入れは相鉄新横浜線、東急新横浜線開業2023年3月18日だから、つい最近の話なんだね、これね。これ乗り入れしたわけじゃん。乗り入れ。 で渋谷までは簡単に出れるようになったわけよ。いや実際ねでもね二俣が近辺からね渋谷の辺り出るまでって確かにあれだったのよ。あのー、まあでもそんなに不便だとは思ってなかったよ。だって横浜まで出て横浜からあのー、東横線のさ特急とか乗っちゃえばさ結構早かったのよ。1時間以内で出れたぐらいの感じだったかな。うん なんからそんなに不便だとは思ってなかったんだけど、でもその先、例えばさ、新宿とかさ、池袋とかがすんごい不便だったわけ。不便っていうか、めんどくさかったわけよ、やっぱり。さらに遠い感じがしたのね。池袋、池袋なんかむっちゃ遠かったよ、気分的に。うん。池袋むっちゃ遠かった、気分的に。マジで。うん。だから、そこ出るのにはすっごい楽になったよねって思ったらさ、次何埼京線と乗り入れみたいなさ、どこまで欲張りと思っちゃったんだけど、 でもすごいよね。でこだからさ、ハザー国大までさ、ハ、ね、ザは羽沢横浜国大までは同じ線通ってその、その先が違うみたいだよね、調べたら。私、どうやって通ってくんだろうと思ったわけよ、これ。だからさ、最初は相鉄で東横に乗り入れて渋谷まで行って、渋谷から埼京線って、いや、でもそしたらどこ通ってんのえ、渋谷駅、え、どこみたいな。埼京線のさ、渋谷駅って変なとこにあったじゃん。 おいでて、東横の渋谷駅って言ったら地下に潜ったわけじゃんえどこをどう通るのって思ってすっごい悩んでて、そこら辺が全然分かんなくてどうなってんのって。で、どこ通んのと思って調べました。はい。調べました。調べましたよ。ねそしたらだよ。まあ、二股川、西谷、横浜、えー、国大ね。羽沢横浜国大って言います。ちょっと待って。羽沢横浜国大って、羽沢で降りて横浜国大って歩いて行けるってこと 周辺地図見てみればいいのかいやだ,だってさ「羽沢」って言ったらさ私の感覚としてはさやっぱりさ三ツ沢の方からこう来てさ西谷の方に抜けていく途中っていうのはわかるわけよだって私何で羽沢のこと知ってんだろうと思ったらさ私バイク乗りだったでしょバイクでね実家に帰る時っていうのは羽沢から私あの第三景品乗ってたわけよだからよく通ってたの言ったらそうでもあそこってさ貨物の路線 おっと工事が始まるかも貨物の路線を使ってるってことなのかなもともと貨物の路線はあったんだよねだからその貨物の路線を利用してるのかなっていう感じだよねでそれでさこの地図ちょっと見てみたよ私だからさ横浜国大って基本的にはさ相鉄線の和田町っていう駅で降りてさテク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 てこうさ坂をと階段を上がってさ行ってたわけよ。 国大っていうのはさ、一番近い駅ってど、どこなんだよ、これ。地下鉄だったのかな、今までは。どうだろう、三沢の駅の方が近いのかな。どこの駅が一番近かったんだろうね。でも、和田町使ってる人も多かったよね。とにかく駅からちょっと歩くんだよね、どっちにしろ。でも、そしたら、この葉沢、えー、葉沢横浜国大っていうのが一番近い駅になるんだろうか。 いやでもあんまり考えなきゃす,するけどね和田町からこうやってみるとあ,、まあそれはいいとしてまあそれはいいとして超懐かしい話してんだけどそういや国大っていうのはだからさ道路で行くとさこうなんていうの保土ケ谷インターになるのかなあそこってそうだね保土ケ谷インターチェンジになるのかな三ツ沢からこう来てでそれで上がってきて三ツ沢から抜けて市民病院でしょここは三ツ沢ああはい思い出したはい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  で三津沢から上がってきて三津沢公園の入り口でこう左折をしてねずーっとえー、っとまあ、和田町方面に降りていくところの道これ何何一号線かな国道一号だっけそうだよね国道一号とこの羽沢線って私たちは言ってたけど羽沢からこう新横浜に抜ける線の間にあるんですけど、まあ、超ローカルの話してるけどささ <laughs> せんねさせんねで いやハザー国大はまあいいとしてでそれ通り過ぎてさじゃどこ通ってくのってちょっと調べたわけよでよーく調べたらこのハザー国大過ぎたところが JR になってるわけねうんここ JR の貨物船の線路使ってるみたいねやっぱりねここだって JR もともとだって電車走ってなかったじゃんでその後どこ乗り入れしてんのって思ってねそしたらさだってさ 東横線じゃないって話だから、東横線かすってないんだわと思って。え、どこ通っていくんだろうって調べたら、この、東まあ。これだよね、やっぱりこのさ、この止まれ駅。止まれ駅を見たら、あ、なるほどみたいな。ちょっと待ってね、止まれ駅、ね、止まれ駅、西へ。え、羽沢の次が武蔵小杉で、西大井で、大崎なわけですよ。すごいよね、線路ってみんな繋がってんだなと思うのがさ、武蔵小杉。 武蔵小杉まで来て。でもさ、ちょっと待って。このさ、ザ沢横浜国大から武蔵小杉までいきなり行っちゃうんだね。いきなり行っちゃうんだね、そこまで、ね。すごいね。この間、結構時間かかるんじゃない ?15 分だって、15分。ノンストップだって、この間。すごいね。で、どこ通ってんのって見たら、この先見ると西大井とか大崎とか書いてあるから、これ横須賀線走ってんだよね、これね。 横スカ線走ってんだこれ走った後に大崎からえっ、ー、とだから埼京線と同じルート走るってことよねだからねでこれで恵比寿止まって渋谷止まるでしょだから私渋谷駅どこ止まるんだろうってずーっと思ってたわけよ。 どこの渋谷駅どこさねって思ったらやっぱりもうすでに埼京線乗り入れしてるからもうこの時点ではもう最強線の,その渋谷の埼京線ホームに泊まるわけよねやっぱりねだからすでにもう最強線なんだよねここでねなるほどねっていうで新宿池袋でしょで私ねえっ、ー、とちょっと見てみたいんだこれさ二俣川二俣川から出発すること考えて一応特急なんですけど特急なんですけど えと二俣川は6時43分発、まあ、これちょっと,、えー、と出した時間がこの時間だったからねあれだったんだけどで、えー、とそれで池袋に7時43分に着くんですよ1時間で二俣川から池袋に着くこれはすごいと思って今まではそうすると横浜まで出るでしょ横浜から東京の間、まあ、渋谷まで、えー、東横線使ってもいいし人によっては JR 使ってぶわー,ーっと行く人もいるんだけど これね、普通に池袋行こうと思うとね、二俣川行こうと思うとね、1時間半ぐらいかかってたのよ。1時間半、そうだね、1時間20分はかかってたかな。そんな感じ。それが1時間で行けるようになったんでしょあっち側行きやすくなったねっていう話ですよ。どう考えても。うん。 とにかく池袋はもう横浜に住んでる時はほとんど行かなかったからねやっぱりね新宿までは行ってもねさらにその先池袋っていうのはねもう本当おっでねっていうかまあ用事もないから行かないけどさ池袋はさ新宿までは何とか行くんだよね頑張ってうんあの池袋は全然行かなかったよねもうむっちゃ遠い感じがしてねうんそう だからね、あー近くなっったんだってでそれでね「あっ埼京線かじゃあ埼京線の先はどうやって止まってんの?」ってこれはもう本当に埼京線の電車の都合にもよるから分かんないけどねどんなの快速になるのか、えー、確定になるのかその辺はもう埼京線の都合だと思うんですけどどういう感じになるのかちょっとも分かんないけどさうん。でもこれがいいよねやっぱりね。あのー、なんていうのこのこ 絶対飛ばさないあの、元赤羽線っていうのがいいよね <laughs>。特急でも絶対に飛ばさない元赤羽線。絶対飛ばさないじゃんだって。最強線は特急じゃなくて通勤快速か。ね、最強線の通勤快速ってさ、赤羽とさ、池袋間って飛ばす飛ばさないよね。絶対止まるよね。確かね。赤羽線知ってる人いるかないや、まあまあ、東京の人は知ってるだろうけど、あの、 あの赤羽十条板橋池袋ってたったの4つの路線を往復してた <laughs> あの黄色い電車乗ってた人いますか、ね、私はあの乗ってまして子供の時あの時おばあちゃんちっていうかうちの父親があの東京出身だもんで,で、まあ、そっちを使うところに住んでたんで行く時にあの赤羽線何気にあの割と使ってた人、うん、定期的に。 あの黄色い電車この。なんでこんな短い線だけの電車があるんだろうと当時も思っていたけど、うん、あれ、割と一番短い電車なんじゃない,い日本の中で <laughs>、あの路線っていうか、うん、停車駅が4つしかない <laughs>、うん。 まあまあまあある意味便利だけどね赤羽と池袋つなぐっていうことでね本来はだって赤羽側ってメインのやつは全部ほら上の行きだったわけだからえ今埼京線取ったからいいけどさこうやってさつながったからねあの埼玉側からえ前はだから埼玉から出てきたら全部赤羽に通ったらもうあの東北線とか高崎線とか全部上の行ってたわけだからでそれが唯一そっち側につなげるのが赤羽線だったわけですよ ね赤羽から池袋につなげる <laughs>、うんうん、それをだから、えっと、使って池袋側に行ってであっち側に行くっていうねうほんとにもう赤羽線使ってた人結構いるんじゃないですかわ、うん、かんないですけどねまあうちは使ってましたよ結構。うん であれだって埼京線になったのっていつだっけ埼京線できたのっていつ私たちが高校生ん高校生になるぐらいの時にはもうできてたかなねできてたね確かねだって私あっち側の高校を受けようと思って埼京線に乗ってえっ、ー、と願書を出しに行った記憶があるからそうだねもうだから中学校の時には繋がってたね埼京線はねうんだからその時にはもう赤羽線はなかったんだと思うんだけどさいや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  ここの3つの駅は絶対飛ばさないよね3つ4つか4 4つかその間の2つの駅だね言ったらだから十条と板橋 <laughs> 飛ばさないよね絶対ね確かねまあまあそんなこんなででもまたここ赤羽から埼京線の方にまあバーっと行くわけだけどさもう、まあ、胸熱だよだって言ったらさこれさあれなんじゃないの相鉄線の車両が大宮駅で見られるってことそういうことそういうことだよねきっとね。 乗り入れだからどっちの車両をどう使うのかよく分かんないけどもしくは何えっと二俣川とかで最強線の車両が見れるってことどっちどっちなんだろう車両としてはどっちの車両が乗り入れしてんだろうちょっとちょっと見ちゃうよちょっと見ちゃうよえっとえー、っといやさだからさこういうのってさ一番最初にさあの開通する時 開通する時にさこう乗る人っているじゃない好きでこういう人の映像を見たら分かると思うんだけどちょっと待ってね埼京線と東横線がすごいねこれもね動画埼京線と東横線が相鉄線内で並ぶ東急東横線えそうかちょっと待ってこれち,ょちょっと見ていいですかちょっと見ていいですか音は出しませんよもちろんすごいな胸ツだなおお ああ、これがだから新しい駅なんだ。あっ、え、葉沢横浜国大駅で埼京線と東横線が、一応これ相鉄線っていうことになるから、ここが。ここで並ぶってわけだ。へえ、面白ーい。すいませんね、なんか本当に、わけわかんない。あの、あの、お、来た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 。なんか、あの、視聴者置いてけぼりみたいなな,なってない大丈夫なってないいやー、すごい。え今日乗ってみたいわ。 うわ、本当だ、最強線来た。ええー、なるほどね。ほー、じゃあ最強線の車両も使って乗り入れしてるんだね。これ最強線の車両だもんね、これね。どう見ても。JR の車両だから。ね、JR って書いてある。車両は JR の車両を使って、で、東横線が隣に並んで、すげえ <laughs> 信じらんない。最強線と東横線が一緒に並んでる。しかも、でも、あ、みんな写真撮ってる。 あ、写真撮ってる撮ってる。それは珍しいんだろうね。ダイヤ的にだからこれ狙ってきてるんだろうけどさ、やっぱりさ、並ぶ時間っていうのがあるから。えー面白い。写真撮ってますよ、みんな。<laughs> いやー、ちょ、っとワクワクするわ、これ。いや、私別にあれですよ。あのー、別に取り鉄でもなんでもないんですけど。でもあれだよね。私が住んでた時から比べて車両も変わってるからさ、まああれなんだけどさ、東北線ももちろん綺麗になってるし、で、あれじゃん 埼京線,、まあ、線とかはね別にほら私帰ったら乗るからねうんなんかそれほど何て言うのかなあのまあ変わったなっていうのは常に見てるからあれだけれども、ね、でも相鉄線とかも電車の色とか変わって綺麗になったりとかしてるよねなんかね全然電車の色違くない昔の緑のあの,あの何電車とか走ってないの <laughs> もう走ってないさすがにあれは銀と赤い線のやつ走ってる ね、緑はさすがに走ってないしもうそうです分かんないけど全部入れ替えたんじゃないあの古いやつへえ面白い不思議いやってことはさね埼京線が乗り入れするってことは何私が住んでいた鶴ヶ峰の駅に埼京線の車両が止まるってこと各駅停車だと止まるってこと埼京線川越駅すげえなそういうことになるな <laughs> すごいな 胸熱大宮で相鉄線の車両が見れるのもあれだけれども、えー、鶴ヶ峯とかの駅で最強、えー、線の車両が見,えるのも見れるのも、えー、すごい胸熱ワクワク、えー、なんかワクワクしちゃった別に私オタクでも何でもないんですけどでもなんか私ね割と路線図とかね電車とか強いんであのー、あれなんですよ、あのー。電車自体も嫌いじゃないし えっと例えばなんか珍しい電車が通ったりとかっていうのを見たりとかっていうのも全然ねまあ行ったら好きなんですけどなんだ好きなんじゃんねでもオタクじゃないですよ別に鉄オタでも何でもないんですけどでも割とね駅の名前とか覚えてる人だしそれはフランスに来ても同じなんだけれどもあのよっぽど私あれですようちの家人よりも駅の名前とか普通に覚えてるし、えー、っと乗り換えとか全然うちの,あの家人より強いしていうかうちの家人は点でダメなんでねそういうところが。うん うん、うち面白いねだからカップルって誘うできてんだよね得意の人と得意じゃない人とくっつくようになってんだよね面白いことにうちはだからさ、えー、とうちの家人がまず方向音痴なわけですよね、うん、それと電車も弱いわけですねなんせ自分の家帰ろうと思って久々にあのフランスに戻ってきて自分の家帰ろうと思ったら違う路線に乗っちゃってどこだか分かんなくなっちゃうとかえっ、ー、とフランス人なのにそういう感じなんでえっ、ー、といい弱いわけですよそ,そういうのはめっぽうねうん。 だから毎回新しい,なんていの仕事場っていうか行ったことないとこ行く時とか、まあ、行ったことあるところでも同じなんですけどどこどこの駅ってどこ乗り換えだよねっつの必ず私に確認してくるくらいですから、うん、何度も行ってる駅でもね、うん、覚えられないみたいよ、うん、で何分ぐらいの乗り換えの時間がかかるとか実際に歩くとどれぐらいねここの線路とここの線の,なんての,そのここの線とここの線の乗り換えにはどれぐらい時間かかるとかそういう感覚も全然ないから、うん、そう。 だからそれ全部私が教えてあげなきゃいけないんだけどいやーちょっと待ってこのニュースはねあれですよこのニュースっていうかこのなんかあの映像もそうだけどその乗り入れするやつのことを考えるとさねえちょっとその光景っていうのかなねえ鶴ヶ峰とか二間タワーの駅で最強線が見られるってえー、どういうことみたいな同じことばっかり言ってますけどどんだけあの驚きかっていう話なんですよねっていうのもねやっぱり。 横浜に住んでた時って、横浜と埼玉台に東京があるじゃないですか。私の中で埼玉と横浜がこう直接つながるっていう感覚がないんですよ、やっぱり。電車でね。うん。で、道路で走っててももちろんそうだけど、必ず間に東京が入るじゃないですか。東京突っき,突っき抜けていくじゃないですか。電車にしろ。車、車っていうか道路にしろね。で、まあ実家に帰るときは私は、まあ実家埼玉なんで、 でそうすると今までは今までとか私が住んでた時は普通に横浜に出てそっから何回も乗り換えて、ね、何回か乗り換えてでそれであのー、埼玉に帰ってたんですけど、まあ、よく言われてやでもなんか同僚とかには「えー、埼玉なんだじゃあ京浜東北線で帰るんだね」とか言われて「何言ってんの?」って話だよね <laughs> 路線知らない人はそういうこと普通に言うんだけどさ京浜東北で帰るんだってね京浜東北 だからなんか、横浜と埼玉をつなぐ路線が京浜東北っていう感覚だからさ、いや、ちんげえからっつって、京浜東北なんかで各駅停車で一駅一駅止まって帰れる、帰,帰るかっつて話で。ね、そんなんで帰るか。だってさ、その京浜東北でさ、いちいち各駅停車で一駅一駅止まりながら帰るわけないじゃんだって、どう考えたって。<laughs> ねえ、そんなことやってたら、だって、普通に考えただけですね。 ええとね、普通にね、多分ね、1時間近く余計にかかると思うよ。んなんで帰るわけないじゃんね。うん。んなんだってもっと早い電車で帰りますよっていう話で,で。私はまあ基本的に東海道を使って東京まで出てみたいな感じでね、もう一気にそうやってね、上がってって、で、乗り換え乗り換えで。で、だいたい実家までだいたいあれですよ。あの、自分の家から、えー、っと、実家までは、だいたい2時間です。うん、2時間。どの線使ってもね。うん。 どの線使ってもっていうのは早い早い早い線早い線でってことですよ、うん、だからえっ、ー、とね基本的に一番早かったのはやっぱり JR で横浜まで,てまで出てで東京駅までとりあえず東海道もしくは横須賀線で行くわけですただ須賀線はさやっぱりさ止まるのが地下じゃん東京駅でうん,んちょっと遠いんでできればあのー 東海道線が良かったわけですよでもやっぱりその時間的にさ変なところにはまっちゃってさあらやだえっと横須賀線の方が早く着きそうだわっていう時はまあそっちにもちろん乗ってね東京まで出てっていうことしてたんでまあどっち使ってもそれほど変わんないですそれほど変わんないうん。でそれでまあ通常のねいつも帰る路線をととととってあのまあ乗り換え乗り換えし,してつなぎながら帰ってたんですけどでそれがまずだって今はさもうさもうさ だから東北線高崎線と横須賀線えっ、えー、となんだうんと東海道線かね東海道線が乗り入れになったじゃないそれでもうすっごい楽になったでしょまずでもそれ私が住んでる時はそんなのなかったからさ全然さ私が本当に引っ越してその横浜を引き上げたえっ、ー、と2か月後ぐらいに開通したんだよねそれが確かうーん確かそのぐらいだった気がするすぐ開通したのよ私がいなくなってどういうことって話でね何でもそうなんだけどうん。 そんなだったからさ私全然そのさ何て言ったらいいのかなあのあれにあやかってないんだよねあの便利さに本当 <laughs> 本当にだってさ私が住んでる間ってあちこち工事してたけどさ例えば地下鉄ね今便利になったでしょ横浜の,あの中華街の駅ができたりとかしてあの地下鉄が伸びたじゃんあれあれ市営地下鉄でしょ市営地下鉄だよねあれねあれ伸びたじゃない市営地下鉄ってことはさ私さ私 税金払ってたわけよね,ね税金払ってずっと工事の間税金払いまくってたのに全然、えー、使うことなく、えー引,っ越っま、引っ越してしまいましたみたいなね <laughs> もう全然利用してませんよ私みたいなね、うん、まあまあそれはいいんですけど。うん いいいんですけどいやーでもねほんとねなんか私が住んでる時はなんかそんな感じでしたよでそれが一気にさえ私がいなくなった隣にどん,どん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 便利になり,なりよってみたいなねでもまあまあまあでも電車がね通過したのはね通過っていうかまあ私がいなくなったからもうだいぶ経った後なんてまあそうも言えないですけどもいやでもほんとね乗り入れ乗り入れ乗り入れっていうのはねやっぱこうやって夏の。 まあいいろいろ問題もあると思いますよもしねもしだってどっかで事故があったらさ全部それが影響してきちゃうみたいなこともあったりするじゃないですか路線全体的にあっちの路線もこっちの路線もみたいな今本当に複雑にいろんな線がさ乗り入れてるからさそれ考えるとちょっと不便かなってだってやっぱりさえっと私なんかでも地元に帰る時でもさあの東北東北じゃないやえっとまあ東北線も同じですけどえっと 私ずっと、あれ東北線って言ってる。<laughs> まだ東北線って言ってんねごめんね。あの東北線って何っていう方のために、えー、と一応訂正しておきます。宇都宮線です。ははは。させん。ははは。せん。宇都宮線という名前がちょっと定着してないんだ私の頭の中で。私にとっては東北線だわ。うん、ね。それでさ、例えばさ、それがさ、東海道内でさ、あ事故とかっつってね、地震事故なんつったってさ、全部影響してきちゃうわけよね。埼玉の方にまで。うん。 だからそういう影響もあるから、なんか乗り入れがね、じゃあ、便利かって感じ、完全に便利かさ、それは便利な面もあるけど、まあ、いろんなことで影響を受けやすくなるよねっていうのは確かにやっぱりあるよねっていう話でね。うんまあでも基本的には便利になっていいんじゃないですか。うんなんか間違ってるね、またね、しゃべりながらやっていくか間違えんだよ、うん。そう。だから、ね、基本的にはまあ、便利になることは、私は、 いいいんんじゃないかなかとは思うんでねうんで当時だからこんなに便利だったらなと思ったりもするけどまあしょうがないねそれは時代のあれだからね短い長めの短いやつをちょっと拾ってこうやって引っ掛けてはいでこれで編んであげたら。 こういう感じにしてまるで長編みを普通にしたかのようにしたらこの後ろから鎖目をしっかり取って2つねこういう感じでねで後ろからここの下に引き抜く後ろ側にこう引き抜いてはい。 これで OK ね。はい。これで補正は、補正とか補修っていいますか。これで OK です。ちょっとなんかピローンと。いとわれしてるわけじゃないけど、まあ、糸割われの一種だけど、ちょっとピローンって出てるのが気になるけど、まあ、この程度は気にしなくていいか。はい。では、これで続けていきましょう。はい。あ私、本当、ごめんね。今日、本当、ローカルの話してごめん。でも、横浜近辺のことを知ってる人、 人、うん、しかわからない <laughs> っていうかそういう話なんだけどさでも私結構やっぱ電車嫌いじゃないからさやっぱりさ、うん、あ,のあのあれじゃ通勤で乗るのは大嫌いなんですよ私、うん、でもこの路線図見たりとかさ飽きないんだよね結構ね、うん、だから通勤電車は嫌いだから私本当にバイクで通ってたけど、うん、でも電車自体が嫌いなわけじゃないからね、うん、あの通勤っていうやつが嫌なだけでうん。 それはすっごい嫌だった。だって相鉄線もすっごい混むしさ、もうぎゅうぎゅうなんだよね。だから、なんていうのあの、乗車率で言ったら何パーセントなんでしょうっていうぐらいの、本当にぎゅうぎゅう満帆でさ、もうひどいもんだよ。あのー、相鉄線知ってる人は知ってると思うけど。で、それで言ってあれですよ。あのー、終電とか超混むしね。<laughs> <laughs> 終電むっちゃ混むしね。まあそれはどこの路線もそうかもしんないけどさ。うん。ねそれでま,まるでなんかまあ朝の満員電車ぐらいまでは行かないけれどもでも結構混むんだよね終電ってね。終電の電車乗るのも嫌だったからさ。私バイトして,してる時にバイト終わってなに横浜駅でバイト終わってあの電車に乗って帰ろうと思うとさ終電だったわけよねいつもね。その電車がとにかく乗るの嫌だったし、うん、だからもう途中からバイクで通うようになったけどさ。うん。バーで働いてたんだけどさ。 でもほら、自分バーで働いてもさ、キッチンで働いててさ、まあ別にほら、お酒飲む必要もないお仕事だしさ、ね、バーなんつうのはほら、お客さんと一緒に飲むわけじゃないからさ、ね、サービスするだけの話だからさ、うん。だから、えっと、普通に学生の時働いてたんですけど、バーでね。で、しかも私は表じゃなかったから、表ってまあサービスじゃなかったってことね。うん。私はほら、キッチンで働いてたからさ、うん。それで、仕事終わって帰ると普通に電車乗ろうと思ったもうほんと終電でさ、もう終電乗るのがほんと嫌で、うん。 なんかもう最終的にはもうバイクで普通に帰ってて。うん。バイクだったら気が楽だよね。うん。しかもだって電車で通うよりもバイクで通ってた方が帰りが早いんじゃないね。終電になるとやっぱり駅まで行く時間で電車をちょい待つ時間とかっていうのがあるじゃないね。でもバイクだともう仕事終わってパッとバイク乗ってあと帰れば15分後、20分後にはもう自分のアパートだからさ。うん。ね。 だから本当電車のその通勤っていうのは嫌いだった、うん。だけど電車自体は別に嫌いじゃないから。うん。眺めんのも嫌いじゃないしね。電車通ってるのね。うん。ワクワクしますよ。本当 <laughs> あれなのかなやっぱり男の子に近いのかな私の感覚。よくわかんないけど。うん、よくわかんないけど。でも、うん、とそういうなんだろうな、うんと。路線図見るのも嫌いじゃないし、そういうの結構割と見てるとどこ通るのかわかるし。 えと駅の名前とかもすぐ頭に入ってくるしね割とねうんだから地方,地方行ってもね全然電車で行く分には絶対迷わないっていう自信があるっていうかね、うん、行っちゃえばなんとかなるみたいな駅まで行けば絶対わかるまあフランスに住んでてもそういうとこありますようんまあでもねだから電車の旅とかもしてみたいねだからね言ったらねそういうのもいいよねなんか各駅停車の旅とか、ね、よさげじゃないなんか あそれいいいねね車の旅悪くない、ね、<laughs> いでどこに泊まるんだって泊まるのにお金かかるじゃないかって話になるんだけど進むのがゆっくりだからね別に日帰りでできるような範囲で、ね、朝早く出てちょっと現地で何か美味しいもんでも食べてこれでまたなんか各駅停車でのこのこ戻ってくるみたいな、ね、そういうのでもいいな、ね、ちょっとね日帰りでできるような関東の辺りでちょっと今回どっか行こうかなそれでね。 今回だからね電車に乗って各駅停車でどっか行ってっていうことをねなんかやろうかなって思いますねやっぱねどこ行こうでもそうするとうちの辺りからちょうどいい感じで日帰りで各駅停車の旅ができてなんちゅうのはそうだな大体限られてくるんだけどね、うん、いや本当になんか各駅停車でちんたら行ってえっ、ー、とやろうと思えば昔だったらね軽井沢とかね行けそうだったんだけどね 軽井沢も今さ、ほら、あれじゃん。あの確定がなくなっちゃってさ、全部新幹線になっちゃったじゃん。こっち側から、東京側から行くのにはさ、本当なんかあり不便だなって、そういうのう。わざわざそんなね、新幹線みたいなのに乗らなきゃいけないの。当カと、軽井沢とか、サクッと逆に行けないっていうか、まあ、どうしようかな。ねちょっといろんなところに行きたいわ。近場でいいから。うん。というわけでございます。何、何をしゃべってたんだし。 なんかあれだなワクワク電車のことを想像しながらワクワクしてただけの時間になりましたけれどもでも聞いてた皆さんは結構置いてけぼりな感じだったんじゃないのすいませんね本当に、えー、いやまあこれも、ね、私の一面でございますはいとにかくあの相鉄,、えーえー、相鉄が埼京、えー、線とつながって、えー、とそ,のはそ,のそれをちょっと詳しく調べてみたらちょっと胸厚みたいなね。うん どこ通ってんのか分かったからさこう調べてみてさそうかここ通ってんのかってここはどうなってんだろう不思議だったところが全部なんかクリアになったわ今回ということでね、うん、いやでもほんとそうあの二股川あたりからえー、っと中途半端だったわけよね結局ねだってさ新宿に出るにもさこう結局こうやって回っていかなきゃいけないわけじゃんこう回って出てくるもしくは横浜から出てこうやって回っていくみたいな なんかそういうさなんかこうなんとなーくその遠回りだったところがさこう通してくれたもんだからさ割と直で行けるようになったからまあ便利っちゃ便利だよ確かにうんほんと二股辺りからね新宿池袋出るのってねほんと不便だったからうんマジでいや素晴らしいね素晴らしいまあいろいろね文句言ってる人も文句のある人もねいるかと思いますようんいるかと思いますけれどもまあでもとにかく えっと、全国でねこうやっていろいろな路線が、えっと、乗り入れしたり統合したり配線になったりねそれもあるよね、うん、今だから国鉄っていうのなくなったわけだからさ、まあ、民間同士なわけですよね言ったら全部がねだからそこをどう便利にしていくかうん で同等配合したりとかさねでどこを潰すのかとかいろいろあるけどでもやっぱりその民間になったおかげでさ潰しちゃいけないとこ潰しちゃったりとかさねそれでどんどん過疎化が進むとかっていろいろ問題あるわけじゃないですかだから一概にねだから何て言うのかなその利益優先とかでやってもらっちゃっても困るからねうんそういうところやっぱりやっぱ生活のそういう なんていうのかな、要みたいなところは、やっぱ、どんなに赤字が出ても廃線にしちゃいけないよねっていう路線って絶対あると思うから、だから国、だから国鉄だったんだけどね。だから民間にするのがいいかどうかっていう問題はやっぱりそこにあってね、国鉄だったらやってきたものをさ、ね、民間にしちゃったから廃線になっちゃいましたなんてとかいくらでもあるわけじゃないですか。ね。うん。そういうのもちょっと考え物だな、なんつってね、うちは思いますけど。 まあでもまあ便利になることは相対的にはいいことだと思いますんででも本当私の希望としてはですねやっぱりね田舎のね小さな路線も潰しては欲しくないなっていうのはもちろんありますね味なんだかんだってあるかもしれないけど、うん、ね国鉄だったら良かったのにって思う部分ですよねそれはある意味ねうんまあ国鉄は国鉄でまた問題いろいろあったからねそれがすべていいかってったらそうとも言えないんだけれども まあ最後はそんな話でままとめてみました私らしく <laughs> 私らしく最後まとめてみましたっていうことで今日は、えー、鉄オタではないけど、えー、結構鉄道路線見てるのは好きな、えー、と人のお話っていうことでね。はい 試してください左線本当にローカルな話です,すみませんというわけでいや帰ったら一度相、えー、鉄線、えー、と埼京線と相鉄線の乗り入れの路線を乗ってみたいと思うんですけど用事がねえよ。<laughs> 用事がねえんだけどまあでも乗ってみたいなと思いますよ。そんなただ単にその電車に乗る、えー、っていう、えー、そういうのもありかなと。ねいいんじゃないそう,いうのあったもんなん、ほいでわざわざ遠回りして横浜に出てくるっていう手もあるよね。それで横浜で遊んで普通に帰ってくればいいかなみたいな。 面白そうだないいね。うん、あいいね,ねいできたらね、今回、だから、えー、帰るときにね、行けたら横浜行きたいなと思ってるんで、うん。いやー、ちょっと待って、そうか、そうだね、いいね。うん、やっぱりやろうかな、それ。うんまあ、安い宿があったら、泊まってもいいし、うん、結構、あの安く出てるんでね、うん。なので、ちょっと考えてみたいと思います。というわけではい。 座線今日はほんにローカルな話でわけの分かんない人にとってはあの何の面白みもない話だったかもしれませんが、えー、というわけでございます、はい、では、えー、本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございましたはいえー、と次回もまたすぐ動画でお会いしましょうということでねはいでは本日はここまでさよならでねねこれはさちょっとさこうやってなんか広がり 気味になってるじゃなないこれなんなんとなーくね広がり気味になってるけどこれ実は大丈夫なんですよね皆さん大丈夫なんですよこれ測るじゃない3 7 5ミ、mm、リね十37.5でこの辺でさ結構広がるわけだけど常にこんな感じなのよで編んでいくとこうやってさちゃんとさここまっすぐなってんじゃんここ編んでた時もこう広がってたから普通に編んでいくと大体こうやって収束していくんですわで最後細編みをさ ピューっとすするじゃないですかそこで結構収束するんで、まあ、編んでる時はちょっと広がり気味になります。で、は、で、い、でも心配しなないで大丈夫なんです、はい、というのをちょっと言い訳にしてますけど言い訳みたいですけどいや言い訳じゃなくてあの普通にあの大丈夫ですかっていう話でご心配してる方いるんじゃないかなと思ってちょっと言ってみましたというわけでございます。じゃあねバイバイ